ついに崩壊が始まった。中国の大手国有銀行が倒産。その時の日本の対応は？中国経済が揺らいでいます。長年アジアの巨人として経済成長を誇ってきた中国ですが、その心臓部ともいえる大手国有銀行がついに倒産するという驚愕のニュースが飛び込んできたのです。経済の死者が崩壊し、巨大な波紋が広がりつつある今、中国は日本に支援を求めることになります。日本は中国に対してどのような態度を示すのでしょうか。今回は中国経済の崩壊とその際の日本の対応に関して紹介します。それでは早速行ってみましょう。中国経済の崩壊が現実味を帯びてきました。長年世界経済を牽引してきた中国が、ここ数年にわたる成長の鈍化によりついに深刻な局面を迎えました。その最も象徴的な出来事が大手国有銀行の倒産です。このニュースは中国国内のみならず世界中に大きな衝撃を与えました。特に日本にとっても中国経済の行方は決して一言ではなく、この事態がアジア全体に与える影響は計り知れません。2024年1月5日、中国の大手シャドーバンキング企業である中食企業集団が突如倒産を発表しました。シャドーバンキングとは影の銀行という意味で、銀行ではなく証券会社やヘッジファンド、その他の金融会社が行う金融仲介業務のことです。この企業はピーク時に20兆円以上の資産を運用しており、企業や個人投資家から巨額の資金を集めていた金融の巨人です。しかし不動産バブルの崩壊、そしてシャドーバンキングに対する規制強化の影響を受け、ついにその重みに耐えられなくなったのです。不動産市場は長らく中国経済の成長エンジンであり、国有銀行や民間銀行を含む金融機関がその恩恵を受けていました。しかしその反面、リスクも膨れ上がり続け、バブルが弾けた瞬間、多くの企業や投資家が損失をかぶりました。この連鎖的な崩壊がついに中食企業集団を飲み込み、それが中国経済全体へと波及することになったのです。特に注目すべきは、今回の倒産が中国の国有銀行に及ぼした影響です。中国の国有銀行は政府の強力なバックアップを受け、かつては潰れることはありえないと信じられていました。しかしシャドーバンクとの結びつきが強かったこれらの銀行も巨額の不良債権を抱え込み、ついに経営破綻に至りました。つまり今回の大手銀行の危機の原因はシャドーバンクにあるとも言えるわけですね。この倒産によって中国政府が抱える経済的な脆弱性が浮き彫りになり、政府の統制力に疑問符がつけられています。国有銀行の一つである中国農業銀行は、不動産市場への過剰な融資やリスク管理の甘さが露呈し、多額の不良債権を抱え込む結果となりました。政府はこれに対し資本注入を行うことで立て直しを図ろうとしましたが、銀行の規模があまりにも巨大であり、数兆円規模の注入では根本的な解決には至らなかったのです。ついには国有銀行の一角が崩れ、中国経済の心臓部ともいえる金融システムが深刻なダメージを受けたのです。この事態により中国国内では大きな不安が広がっています。これまで政府の統制下にあり安定していると思われていた国有銀行が倒産したことで、多くの中国国民がパニックに陥っています。自分たちが稼いできた財産がなくなるかもしれないのですから、当然のことですね。銀行に預けた資産が安全ではないという認識が広がり、連鎖的な銀行からの資金引き上げが懸念されているのです。株式市場も急落し、経済全体が不安定な状況に突入しました。中国政府はこの事態を重く受け止め、最大1兆元、約20兆円の資本注入を検討しています。しかし
経済学者や金融アナリストの間では、これでは焼け石に水だという意見が大勢を占めています。すでに経済全体が大きく傾いている中で、一部の企業や銀行に資金を注入するだけでは根本的な解決には至らないという見方が強まっているのです。また政府は資金注入以外にも銀行の再編や不良債権の処理を進める計画を発表していますが、その過程で多くの銀行がさらに倒産する可能性も指摘されています。特に地方銀行や中小銀行が連鎖的に破綻するリスクが高まっており、これが地方経済にも深刻な影響を与える懸念があるのです。中国政府はこれまで経済危機に対して強力な統制力を発揮してきましたが、今回の危機ではその統制力にも限界が見え始めています。国有銀行が倒産したことによって、政府の統制力に対する信頼が大きく揺らぎ、中国経済の将来に暗雲が立ち込めているのです。一体中国の経済がどうなってしまうのか気になるところですね。中国経済の崩壊は突発的な現象ではなく、長年にわたる複合的な要因の積み重ねによって引き起こされました。これらの要因が互いに作用し合い、最終的に崩壊の引き金を引いたのです。第一に挙げられるのは、不動産市場のバブルが崩壊したことです。中国では都市化の進展に伴い、不動産価格が急騰し、投資の一大対象となってきました。しかしこの急激な成長は持続不可能であり、過剰な建設ラッシュが進んだ結果、供給過多となり、多くの都市でゴーストタウンが出現するようになったのです。2010年代後半から中国の主要都市では不動産価格の高騰がピークを迎え、住宅価格は一般市民の収入と釣り合わないレベルにまで達しました。この結果、住宅を手に入れることができない若者が増加し、住宅ローンの返済に苦しむ層も拡大。さらには多くの企業が資金繰りに窮し、次々と倒産する事態となりました。不動産業界の巨人であった恒大集団が破産したニュースは世界的な注目を集めました。恒大集団は中国国内に数百万戸の住宅を建設してきたものの、財務上の問題により工事が中断。多くの消費者が購入したにもかかわらず、家を受け取れないという事態に陥ったのです。お金を支払ったのに購入できないというのはひどい話ですね。このような現象が連鎖的に広がり、不動産市場全体が崩壊しました。不動産バブルに加えて、中国の地方政府や企業が抱える巨額の債務も崩壊の要因の一つです。中国では政府主導で経済を成長させるために、地方政府が大規模なインフラ投資を行い、その資金を国内外から借り入れていました。しかしその借り入れ額は莫大なものとなり、最終的に返済不可能なレベルに達してしまったのです。さらに企業も同様に多額の借金を抱えており、特に国有企業が過剰投資を繰り返してきた結果、利益が出ないにもかかわらず借金だけが増えていくという悪循環に陥っていました。中国政府は一時的にこれらの問題を隠すために金融政策を緩和し、借金の利息を抑えるなどの対応を行っていましたが、根本的な解決には至らず、最終的には債務危機が爆発しました。まるでドミノ倒しのように倒れていく中国の姿が目に浮かびますね。国際的な信用格付け機関は中国の経済状況を懸念し、次々と中国企業の格付けを引き下げ、海外からの投資が急速に減少してしまったのです。これにより中国国内では資金が枯渇し、多くの企業や地方政府が資金繰りに行き詰まり、倒産や破綻が相次ぐ結果となりました。中国経済崩壊の背景には政治的なリスクも存在します。習近平政権は中央集権化を強化し、政府の監視と介入を強める政策を進めてきました。その結果、民間企業の活動は抑制され、特に IT 業界や不動産業界に対する規制が厳しくなりました。アリババやテンセントといった中国を代表する IT 企業が政府の指導に従わざるを得なくなり、事業の自由度が制限されたことは世界的にも大きな衝撃を与えることとなったのです。また政府が経済に過剰に介入することにより、
市場の自律的な発展が阻害され、特に外国企業の撤退や投資縮小が相次ぎました。中国政府が何もかも自分たちの管理下に置こうとした行動が全て裏目に出てしまったということですね。さらにゼロコロナ政策の影響も無視できません。この厳しいロックダウンや移動制限措置が長期にわたって実施された結果、国内の消費が大幅に減少し、多くの企業が収益を上げられない状況に追い込まれました。この政策は中国経済の回復を遅らせるだけでなく、国民の不満を募らせる一因にもなってしまったのです。一方で、日本国内のメディアや評論家はこの状況を日本のチャンスと捉える意見も少なくありません。今まで日本は中国と摩擦を起こさないような対応に腐心していました。しかし、中国経済の弱体化に伴い、日本が下手に出る必要もなくなったのです。例えば軍事面での話です。2024年9月25日、日本の海上自衛隊の護衛艦さざ波が台湾海峡を北から南へと通過しました。この出来事は単なる軍事行動にとどまらず、地域の安全保障における日本の決意を示す歴史的な瞬間として大きく報道されました。台湾海峡はアジア太平洋地域における軍事的および経済的にも極めて重要な海域であり、中国と台湾を隔てる海路として知られています。中国がこの海峡の領有権を主張し、軍事的圧力を強める中で日本の自衛艦が通過するという決断は、地域の安全保障と国際法上の航行の自由を強く支持する姿勢を示したものです。つまり、日本はこれまでと違い、中国の圧力には動じないという姿勢を示したということですね。護衛艦さざ波の台湾海峡通過は国際社会にも大きな衝撃を与えました。これは日本が単なる経済的な援助や外交だけでなく、地域の安全保障にも積極的な役割を果たす意思を示した出来事として評価されています。この行動は日本がどのように中国の台頭に対応していくのかを示唆するものであり、アジア太平洋地域の安全保障において今後の日本の動きがより注目されるきっかけとなりました。アメリカのメディアではこの動きを歴史的な転換点と評し、日本の防衛政策がより積極的になる兆しとして捉えています。アメリカ政府はこの行動に賛同し、特に台湾海峡での航行の自由を支持する姿勢を明確にしました。アメリカ国防総省は、日本が地域の安全保障においてリーダーシップを発揮していることを歓迎するとの声明を発表し、今後も日米同盟の強化が進むことを示唆しています。一方で、中国はこの通過を強く非難しました。中国政府は、日本のこの行動は中国の主権を侵害するものであり、レッドラインを超えている極めて危険な挑発行為だとして厳しい抗議を表明しました。中国国内のメディアもこの通過を連日大きく報じ、日本への反感が一層高まっている状況です。日本国内でもこの護衛艦の通過に対して様々な反応がありました。一部の保守派からは、中国の軍事的脅威に対抗するためには日本も強い姿勢を示すべきだという支持の声が上がっています。これまで憲法第9条の制約により、自衛隊の活動が制限されてきたことに不満を持つ層にとって、今回の通過は歓迎される動きです。特に自衛隊の活動範囲が限定される中で、今回のような強気の外交的メッセージは国家安全保障の観点からも評価されています。一方で、平和主義を支持する層や外交による解決を求める意見も少なくありません。中国との対立を深めるべきではない、地域の緊張をこれ以上高めるべきではないという声が上がり、国内では慎重な姿勢を求める声も広がっています。このように日本国内の意見は割れていますが、国際的な情勢が変わりつつある中で、今後の日本の防衛政策の方向性に関心が高まっていることは確かです。今後の展開がどうなるか気になりますね。さざ波の台湾海峡通過は、中国と日本の間に新たな緊張をもたらしました。中国政府は台湾を不可分の領土として主張し続けており、
台湾海峡での軍事活動をエスカレートさせています。特にここ数年、中国軍は台湾海峡を頻繁に航行し、軍事演習を実施しており、台湾に対する圧力を強めています。台湾海峡は中国本土と台湾を隔てる戦略的に重要な海域であり、中国はこの地域での軍事的支配を強めたいと考えているのです。そのため台湾に対する圧力をかけ続けるだけでなく、周辺国にも警告を発する意図があるとされています。特に台湾海峡を通過する外国の軍艦に対しては度重なる威嚇行動が見られています。台湾にとってこれらの軍事的圧力は直接的な脅威です。中国は台湾を武力で統一する意思を公にしていますが、台湾政府はこれに強く反発し、国際社会に支援を呼びかけています。アメリカや日本などの同盟国からの支援は台湾の安全保障にとって欠かせない要素となっているのです。特に台湾海峡の安全が損なわれることは台湾経済にも大きな影響を及ぼします。この海峡は世界でも重要な海上交通路であり、台湾を中心にアジア地域の貿易にとって不可欠な役割を果たしているからです。もし中国がこの海峡を封鎖するような事態になれば、台湾のみならず日本や韓国、さらには世界中の経済にも深刻な影響を与えることが予想されるのです。たった一本の航路がこれだけ世界中に影響を与えるなんて驚きですよね。アメリカは台湾や日本、韓国といったアジア太平洋地域の同盟国を守るために強力な軍事力を展開しています。特にアメリカ海軍の艦船や航空機は定期的に台湾海峡を通過し、中国に対する抑止力として機能しています。これによりアメリカは中国の軍事行動を牽制しつつ、台湾や日本に対する安全保障の約束を実行しているのです。アメリカの指導者たちは日米同盟がアジア太平洋地域の安定にとって不可欠な存在であることを強調しており、今後も日本と緊密に協力していく方針を示しています。またアメリカ議会では台湾に対する軍事支援を強化する法案が提出されており、中国の軍事的拡張に対抗するための措置が着実に進められています。このような状況の中で、日本とアメリカの同盟関係はこれまで以上に重要なものになると言えるでしょう。特に台湾海峡や南シナ海といった戦略的に重要な地域での共同作戦や情報共有が強化されており、両国は中国に対して強いメッセージを送り続けています。また日本国内では防衛力の強化を求める声が高まっており、今後の自衛隊の役割や日米同盟の具体的な強化策についての議論が進んでいます。特にサイバーセキュリティや宇宙開発など次世代の安全保障分野においても両国の協力がますます重要になると考えられているのです。台湾海峡を通過した護衛艦さだ波は日本の防衛政策に新たな方向性を示す重要な出来事でした。この出来事は日本の主権を脅かす中国に対して毅然とした態度を示したと言えるでしょう。やられたらやり返すという思想には賛否両論ありますが、日本にとって一歩踏み込んだ勇気ある決断だったと言えるのではないでしょうか。国際社会においても日本の存在感が増す中で今後の動きが注目されます。地域の安全保障の枠組みが変わる中で、日本はアジア太平洋地域の安定に貢献するための具体的な行動を求められています。中国経済についての話に戻りましょう。国際的な視点から見ると、欧米のメディアは中国の経済崩壊を避けられなかった結果として報じています。特にアメリカの大手メディアは中国の独裁的な政治体制が経済的な脆弱性をもたらしたと指摘しており、自由主義経済の優位性を強調する論調が目立ちます。中国経済が崩壊に至った理由として、過剰な債務やバブル経済が代表的なものと言えるでしょう。過去数十年にわたり経済成長を最優先した結果、持続可能性を無視した無理な成長が進められました。この反面、日本はバブル崩壊後の失われた20年を教訓とし、持続可能な経済成長を目指して改革を続けてきました。こうした違いが崩壊後の両国の立ち位置に顕著に現れているのです。中国の経済崩壊により、アジアにおける経済的、
政治的リーダーシップの空白が生まれています。これまで中国はアジアにおける主要な経済推進力としての地位を確立してきましたが、その崩壊により地域全体に大きな不安定要因が広がりました。ここで日本がどのようにしてこのリーダーシップの空白を埋めていくかが注目されています。日本はすでにアジア地域における技術革新や高品質な製品提供で高い評価を得ており、中国の影響力低下に伴いその役割がさらに強化されることが期待されているのです。特にインドや東南アジア諸国との協力が強化され、地域全体の経済発展を牽引することが求められています。また日本は国際的な経済協定や貿易ルートの整備においても重要な役割を果たす可能性があります。中国が後退する一方で、日本は新たな経済圏の形成に向けてリーダーシップを発揮し、アジア地域の繁栄と安定に寄与することで世界経済における影響力を高めていくでしょう。日本がどのように世界を引っ張っていくのか、今後が楽しみですね。一方で日本国内でも中国経済崩壊の影響は無視できません。特に中国市場に依存してきた日本企業や観光業界は大きな変革を迫られています。これまで多くの日本企業はコスト削減のために生産拠点を中国に移してきましたが、崩壊後の混乱で供給チェーンが断絶し、再編が急務となっています。特に日本は持続可能な開発目標 SDGs や環境保護において世界をリードする存在としての役割を果たしています。そして崩壊後のアジア地域での再建プロセスにおいても重要な貢献がこれからも求められるでしょう。日本の技術やノウハウを生かし、環境負荷を軽減しながら経済発展を実現するモデルを構築することで、世界中の国々が参考にすることができるのです。中国の経済崩壊は単なる一国の問題にとどまらず、国際社会全体に波及する重要な出来事です。この出来事から私たちが学べる教訓は数多くあります。中国の急成長は多くの国々にとってモデルケースとされてきましたが、その成長は持続可能ではありませんでした。過剰な投資や無理な経済成長は結局はバブルを引き起こし崩壊を招くことになります。私たちも短絡的な利益を追求するのではなく、持続可能な成長を目指す必要がありますね。例えばビジネスにおいては環境に配慮した運営を行い、長期的な視点での成長を考えることが大切です。また経済成長の崩壊は国際経済における相互依存の深さを浮き彫りにしました。私たちは自国の経済活動が他国にどのような影響を与えるのかを理解し、グローバルな視点を持つ必要があります。国際市場においては各国の経済が相互に影響し合うため、自国だけでなく他国の経済動向にも目を向けることが重要です。さらに中国の経済崩壊はリスク管理の重要性を再認識させてくれます。企業は常に市場の変化に敏感であり、潜在的なリスクを見極め事前に対策を講じることが求められます。特にサプライチェーンの多様化や財務リスクの分散は経済不況に直面した時に企業を守るための重要な戦略です。リスク管理を怠ることは企業の存続を危うくする可能性があることを忘れてはいけません。経済崩壊は必ずしも経済界だけの問題ではありません。人々の生活や社会全体に深刻な影響を与えるため、人道的な視点を持つことも重要です。特に中国の経済崩壊によって困窮する人々が増える中、私たちができる支援は何かを考える必要があります。企業や個人ができることはボランティア活動や寄付など、直接的な支援に限らず意識を高めることで社会全体に貢献することです。結局のところ経済は人々の営みで成り立っています。私たちが互いに支え合い共に歩んでいくことで、より良い未来を築くことができるでしょう。中国経済の崩壊を乗り越え、新たな希望と機会を見出していくために、私たち一人一人が果たすべき役割を自覚し行動を起こしていくことが求められます。中国経済の崩壊から私たちが得た教訓は、今後の人生やビジネスにおいて大いに生かされることでしょう。この出来事は決して無駄ではなく、私たちの成長の糧となるはずです。未来を見据え共に歩んでいくために、私たちができることを考え実行していきましょう。よかったらコメント欄で
皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。世界金融ハブの香港の経済がまさかの低迷。新たな金融の中心地は東京へ。皆さんは香港が世界金融ハブの一つだと言われていることをご存知ですか？世界金融ハブという単語を初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんね。世界金融ハブとは世界的な金融の中心地という意味です。この言葉に明確な定義はないのですが、欧州はロンドン、北米はニューヨーク、アジアは香港と認識されています。香港といえば華やかなイメージを思い浮かべる方も多いと思うので、世界金融ハブの一つと聞いてもすんなりと納得できるのではないでしょうか。しかし、経済的に豊かなはずの香港が現在どんどん落ちぶれてしまっているのです。以前は眠らない街とまで呼ばれるほど観光客で賑わっていた都市でもありますが、観光客も減少し続けている様子。一体なぜ香港の経済はここまで悪化してしまったのでしょうか。さらに、そんな香港に代わるアジア金融ハブがなんと東京に移ると言われています。その理由も気になるところですね。今回はこのあたりを深掘りしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。香港は中国の南部に位置し、通常の地方行政制度とは異なる行政機関が設置され、独自の法律が適用されるなどの大幅な自治権を持つ特別行政区です。正式名称は中華人民共和国香港特別行政区と言います。特別行政区という言葉は日本ではなかなか馴染みがないですよね。これには香港が抱える複雑な歴史が関係しているので、簡単にご説明します。皆さんはイギリスと元々の中国、清との戦争、アヘン戦争の背景をご存知ですか？1840年、清と交易関係にあるにもかかわらず、清に輸出するものがなく、赤字状態が続いていたイギリスが、麻薬であるアヘンを輸出し始め、清は中毒者だらけに。それをストップするべく動いた清の反抗行動に、イギリスが激怒し、艦隊を差し向けたことから勃発したのがアヘン戦争です。その結果、清が敗北し、1842年に南京条約が締結されて、香港はイギリスのものになりました。そして、1997年に中国に返還されるまで、途中日本の占領を挟みながらも、150年以上にわたってイギリスの植民地に置かれていたのです。このことから、完全に中国として機能できるまでは時間が必要とされ、一国二制度という体制が取られています。香港の歴史は軽く説明しましたが、ここからはなぜ香港が世界金融ハブと呼ばれるまでに経済が発展したのかを見ていきましょう。南京条約を通して香港を奪われただけではなく、他にも5つの港を開港させられたり、多額の賠償金の支払いなど一気に苦しい立場に立たされた中国。その一方で、イギリスの植民地となった香港は、中国のようにボロボロになることはなく、1851年から13年続いた大規模な中国内戦、太平天国の乱に巻き込まれませんでした。そして、中国から富裕層は安全な香港にどんどん移住。これにより、香港はどんどん発展していくことになります。対する中国は、1856年から発生したイギリス・フランス連合軍とのアロー戦争に敗北したことも重なり、北京条約締結後、九龍半島とストーンカッターズ島も奪われてしまいます。そんな中で、香港では大学が設立されたり、新しい港が運航を開始したりと、
一つの独立した国のように発展していったのです。そんな香港も第二次世界大戦の混乱を避けることはできず、食料不足に陥ったり、人口がかなり減少してしまう時期がありました。しかし1949年に中華人民共和国が建国されたことにより、中国共産党の迫害が始まっていき、多くの中国人が香港へ移り住むことになったのです。人口は再び増加し、様々な企業も中国から香港に流れたため、経済も急成長していきました。中国は衰退していきますが、反比例するように香港は急成長を遂げていきました。さらに香港の近くの都市深圳が特別経済特区に指定されたことにより、香港はますます豊かになります。そしてついには東京、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、上海と並ぶ世界都市の一つとなり、世界金融ハブと呼ばれるほどにまでなりました。香港がここまで発展した理由には、低税率や自由貿易を特徴とする重要な資本サービスを有していることも挙げられています。また通貨の香港ドルは世界第8位の取引高を有していました。しかしそんな香港が現在衰退の一途をたどっているのです。2023年11月28日、香港は国内の株式市場で、ハンセン指数が31年ぶりに加権指数に追い抜かれてしまいました。聞き慣れない言葉で小難しく感じてきましたね。どういうことか順に説明しましょう。ハンセン株価指数とは、香港証券取引所に上場する株式のうち、流動性の高い上位銘柄で構成される時価総額加重平均額の株価指数のことです。このハンセン指数を見ると、香港の経済状況の一端が見えてくるというわけですね。対する加権指数とは、台湾市場全体の動きを表す代表的な株価指数のことです。つまり台湾が香港を上回ったという発表がされたのです。中国全体で経済が厳しくなっているのですが、特に香港の経済危機は深刻であり、ハンセン指数に至っては2021年と比べて 50% まで下落しています。さらには2023年11月29日にアメリカ下院外交委員が香港経済貿易代表部に与えていた特権と免除を剥奪する法案が可決されてしまいました。これはアメリカが衰退する香港を見限ったと捉えることができますので、全世界に香港は没落したという印象を与えてしまったのです。またアメリカは香港の治安をかなり警戒しており、香港に出張に行く際は携帯電話を自国で使用しているものとは別のものを使用するようにという指示が出ているのだそうです。その理由は盗聴を防ぐためで、実際に被害も報告されているとのことでした。世界金融ハブとまで呼ばれていた香港がなぜここまで落ちぶれてしまったのでしょうか。一番の理由は、2020年に中国政府が香港の統制を強める目的で施行した香港国家安全維持法が関係しています。これは香港の他の法律よりも優先され、香港内の反体制人事を処罰し、外部勢力の介入を禁止する法律です。国家の安全を脅かす行為をしたとみなされると刑事罰が与えられてしまいますが、刑事規定に曖昧な点も多いため、権力者によって有罪か無罪か左右されてしまうと言えるでしょう。香港国家安全維持法が施行されて以来、香港からは多くの人材や外国資本が撤退してしまい、経済が低迷してしまったのです。世界的な金融機関グループであるモルガン・スタンレー・アジアの会長を務めたスティーブン・ローチは、2024年2月に刊行されたイギリスの新聞内のコラムで香港の状況について触れています。香港の株式市場の低迷は過去20年間の経済的繁栄の終焉を象徴していると論じており、かつてイギリスの植民地だった香港に対する中国政府の支配が強まっていることなどを挙げていました。また米エール大学の上級講師であるローチ氏も
A 氏フィナンシャルタイムズでこんなことを話して香港の経済低迷の深刻さを嘆いていたのです。認めたくはないが香港はもう終わりだ。私がかつて故郷と呼びダイナミズムの砦として大切にしてきた都市は過去四半世紀に世界の主要な株式市場の中で最悪のパフォーマンスを記録した。さらに香港は観光客も激減しています。香港といえばコロナ禍になる前には世界中から観光客が訪れ昼も夜も賑わうエネルギッシュな観光都市でした。2022年12月に海外からの観光客の入国を再び受け入れ、2023年の2月から中国の訪問を再開しましたが、同年8月までに香港を訪れた観光客は2018年同期の約半数の2000万人程度。このうち中国以外の観光客は403万人となっており、2018年同期の906万人から半分以下の人数となってしまっています。加えて中国からの訪問客は価格設定が高めの香港のホテルに宿泊することはせずに、香港と隣接する中国の海辺都市である深圳市のホテルに泊まって往復する人たちが増えました。そのため、香港のホテルやレストラン、バーなどからは観光客が来ないと悲鳴が上がっているのです。そんな厳しい状況の中、ようやくコロナ禍も落ち着き、眠らない都市の活気を取り戻そうと2023年後半にナイトバイブ香港と呼ばれるキャンペーンが香港政府主催でスタートしました。同年の9月14日夜のキャンペーン開幕式ではポール・チャン財政長官の挨拶で始まり、獅子舞やダンスをはじめ文化活動や人気観光地の紹介など30分ほどの長さで行われたのです。香港政府はこのナイトバイブ香港で眠らない街と呼ばれていた頃の夜の賑やかさを取り戻し、海外からの観光客をたくさん呼ぼうという目論みでした。しかし蓋を開けてみれば31本挙げられたキャンペーンプログラムは海外観光客の興味を引くどころか、香港市民にとっても新鮮味がないものだったのです。31本のキャンペーンプログラムのうち約4分の3はコロナで数年中止になっていたイベントが今年再開されるというだけのものや、花火大会などの定番のイベントだったからです。さらに香港市民をがっかりさせたのは、開幕式に登場した獅子舞の色が白と黒であり、弔辞に使われる配色が用いられていたことでした。通常お祝い事には赤を用いるものですが、白と黒が用いられていたことにより寂しげに映り、人々の心をしらけさせたのです。これからナイトバイブ香港で経済を活性化させていこうという時に先行きが不安になることをあえてしてしまう政府には、現地の人々ががっかりしてしまうのは当然のことでしょう。このようにいまいちな評価を受けたナイトバイブ香港ですが、さらに開幕式翌日には隣町の深圳市が香港市民の訪問消費を歓迎する様々な優遇措置を発表しました。タイミングが良すぎると思いますが、深圳市は香港との競争関係にはないと発表しています。しかし香港市民の消費が深圳市に流れてしまうという不安の声が上がっており、香港の経済が回復する見込みは未だ立っていない状況になっているのです。ここで世界各国から届いた香港に対する声をご紹介しましょう。香港って今そんなに経済が低迷しているのか知らなかった。ずっときらびやかなイメージがあったから驚き。あんなに経済を回していた香港がこんなに急激に危機的状況になってしまうのか。どんなにうまくいっている国でもいつどうなるかわからないってことだね。香港って家賃がめちゃくちゃ高いんだよね。確か世界で一番高いんじゃなかった？そんな国にずっと住み続けるのはきついよな。家賃の高さも人々が外国に流れていく理由の一つなんじゃない？ナイトバイブ香港は正直やっつけ感がすごい。もっと時間をかけて
いろいろと案を練ればよかったのに。香港は経済的にかなり厳しくなっているっていうのは確かだけど、もう終わりだとか言われるのは少し不憫だね。観光客が少なくなっているらしいけど、まあやっぱりアジアだったら香港より日本に旅行に行きたいな。本場の寿司や天ぷらを食べてみたい。飲食店やお土産屋さんは大打撃だろうね。職を失う人もいるだろうし、香港の経済がなんとか回復すればいいけど、かなり厳しいだろうね。モルガン・スタンレーアジアの会長に香港はもう終わりだと言われてしまっているから、きっとその通りなんだろうな。ちょっと気の毒だけどね。香港が経済発展した背景を全く知らなかったけど、イギリスの支配下に置かれたことが逆にラッキーだった側面があったんだね。中国本土の締め付けのせいで経済低迷しちゃってなんだかかわいそうだな。香港の政策などに対し否定的な意見が多く見られますね。さて、ここまでで香港の現状がよくお分かりいただけたかと思います。となると、香港に代わるアジアの金融ハブがどこになるのか気になりませんか？なんと、実は次は日本ではないかと言われているのです。次はそこについて詳しく見ていきましょう。香港が地位を落としている中、東京がアジアの金融ハブになるのではないかという声が上がっています。エコノミストで復顔経済塾塾頭のエミン・ユルマズ氏は、日本が金融ハブになりうる根拠についてこう述べています。日本が世界の平和と秩序を守る役割になる。日本の人気がますます高まり、世界の富と頭脳が日本に集まり、日本はアジアの金融貿易ハブとして栄える。アメリカと中国の激しい覇権争いが続く中で、今世界が東京に大きく着目しているのです。そしてそれを思わせる動きが東京でもちらちらと見られ始めています。東京にある日本橋地区では現在過去最大となる再開発が進行中。日本橋の上を通る高速道路は地下化され、野村証券の旧本社ビルなどを含む約 1.9 ヘクタールのエリアに高さ300メートル近い超高層ビルなどが建設される予定です。野村グループのビルや日本橋西川ビルなど大小27のビルが取り壊され、再開発ビルの完成の予定は2025年度。予定が問題なく進めば、首都高の地下トンネルは2035年に開通し、2040年までに高架橋が撤去されて日本橋に青空が戻ることとなるでしょう。その再開発に合わせるように日本橋の不動産産業でも動きがあり、そのエリアはまさに東京証券取引所があるところだったのです。そんな変化から導き出された専門家たちの考えが、東京が国際金融センターになるのではないかということでした。現在の国際金融センターの所在地は香港。当塾の渡辺誠司塾長は2029年までに同センターが始動すると見ており、場所は定かではないものの、2030年までに香港の国際金融センターが日本に移ってくるのではと見ています。その一方で、シンガポールが香港に代わってアジアの金融ハブになるという意見もあります。シンガポールはもともとイギリス領だった国で、香港とよく似た特徴を持つ国であり、香港同様に欧米化された金融監督当局を含めた金融システムで機能している国です。香港は中国の玄関口、シンガポールは ASEAN の玄関口として、イギリスの影響下でお互いに補完するような役割を担いながら発展してきました。またイギリスのシンクタンク GN グループが2021年3月に発表した金融センターの国際的競争力を示すGFCI 世界金融センター指数でこんな結果が出ています。1位はニューヨーク、2位がロンドン、3位は上海。東京は前回の2020年9月の調査に比べて
3つ順位を下げ7位。そして4位が香港、5位がシンガポールで、6位が北京と、前回から1つずつ順位を上げて、東京を上回り、大阪は32位でした。この指数が発表される前の2020年10月15日、中国メディアのビージア王がアジア圏でシンガポールが金融都市の一つとして長年機能してきた理由は2つあると伝えています。一つは地理的にASEAN諸国の中心に位置していること。二つ目は税制面で優遇措置が受けられること。そして三つ目がタックスヘイブン、租税回避地であることです。これらの優位性から、香港がダメならシンガポールでしょうという声も多いということですね。ただ、米中対立の観点から、シンガポールが金融ハブになるのは難しいと言えます。シンガポールは政治的にかなりの中国寄りの国で、現地民も中国系の人が多いことから、国民にも中国寄りの考えを持っている人が大勢いるのです。そのため、米中対立を考えると、アジアの拠点をシンガポールにするのは厳しいと考えている西側の企業が多いのが実情なのです。よって、シンガポールよりも東京の方がアジアの拠点にするのはふさわしく、今、大注目されているというわけ。しかし、こうした見方が的を得ているとは言い難いのも事実。なんと言ったって東京は、対外純資産世界第1位の国で、金融システムも盤石。GDP は世界3位の経済大国ですし、円はアメリカドルとユーロに次ぐ強さがあると言われています。日本が豊富な資本を抱える巨大な金融市場であることには間違いありません。しかも治安も良く物価も安いとたくさんの強みがあり、海外金融にとってこれらのメリットは魅力的に映ることでしょう。とはいえ、東京が本当にアジアの金融ハブになるにはまだまだ課題点が残っていると指摘するエコノミストもいます。税制面、人材面、拠点誘致、そして日本ビジネスパーソンの英語力の低さ。今後これらをどうクリアしていくのかが課題となりそうですね。東京に期待と注目が集まっているのは間違いありませんので、今後の動向に注目したいです。よかったらコメントで皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。